はい、ここではですね、クオンタイズと言ってですね、タイミングを修正する機能をご紹介したいと思います。で、このタイミング修正はですね、打ち込み、オーディオともにですね、非常によく出てきますので、ここでですね、しっかりと把握していただければと思います。このフレーズなんですけども、前回ですね、リアルタイムレコーディング、直接鍵盤を弾いてこのベースを打ち込んだものとなっています。こう見ていただくとですね、やはり人間なので早くなったり遅くなったりしてしまうんですけども、本来この3小節目ぴったりに入ってなきゃいけないんですけども、ちょっとずれてると。これをですね、もちろん一個一個短くしていくドラッグでですね、長さを変えていくのもいいんですけども、やはりかなり手間がかかってしまうと。まとめてやれた方がはるかに効率的ですよね。これを簡単にできる機能がクオンタイズです。実際ちょっとやってみましょうか。まずですね、こちら、クオンタイズかけたいものをすべて選びます。ということで、今の演奏全部クオンタイズをかけてみたいので、このように選択します。もしくはですね、全選択はコマンド A。A はオールと覚えてしまっていいと思います。コマンド A を押すと、一気に全選択ができます。これはですね、このピアノロールに限らずですね、こういう部分でコマンド A を押していただくと、やはりこう選べるものすべてを選んでくれるといった機能となります。これも覚えておくとかなり便利かなと思いますね。それではMIDIの方にちょっと戻りまして、クオンタイズのかけ方いきましょう。クオンタイズはですね、非常に簡単で、ここ左部分ですね、ここのクオンタイズの Q を押していただくか、もしくはキーボードのですね、Q キーですね。これもクオンタイズの頭文字なので非常に覚えやすいかと思います。ここでですね、Q キーを押してみますね。はい、こういった形です。すべてですね、正確な位置に移動しました。もちろんですね、これには注意点がありますので、これらを解説していきたいと思います。一度クオンタイズをかける前に戻しますね。で、クオンタイズで重要なのが、ここの音符の単位なんですね。で、クオンタイズはそもそも何をやってるのかと言いますと、ここで指定したですね、一番近い音符の場所にですね、現在の頃の音を移動してくれるというものですね。ですので、ここでクオンタイズをかけると、一番近い8分音符の場所、ここですね、8分音符頭になりますけども、ここに吸い寄せられると。こういうことになります。よってですね、ちょっと演奏が下手くそすぎたということもありますよね。めちゃくちゃ早く入りすぎて、こっちの8分の方に近かった場合、こっちに入れたかったと。けど演奏が下手すぎてこうなっちゃった時は、やっぱクオンタイズかけるとですね、はい、こっちの方に行ってしまいます。ですので、こういう場合はやっぱりこう手動で直していったりとかする必要があるかなと思いますね。これがクオンタイズの注意点です。そしてもう一つありますね。これ一応クオンタイズかけましょう。8分音符でクオンタイズかける。こういった形、綺麗に並びますね。このように8分音符で演奏されたノートに対して4分音符なんか大きなクオンタイズをかけてしまうと、見ててくださいね。はい、こういった形ですね。ここは1拍目、2拍目、3、4と、という感じでですね、四分の場所に吸い寄せられてしまうということですね。8分音符の場所に行かなくなりますんで、ここに注意してください。ということで、クオンタイズのコツは、まず弾かれているフレーズの中で一番細かい音符、今回ですと8分音符と、をまず選択すること。そしてですね、必ず正確な位置に行ってくれるってわけではないですね。演奏がですね、あまりにもずれすぎた時は手動で直していただく必要がもちろんあるということですね。このあたりを覚えておくとかなり便利に使えるんじゃないかなと思います。そしてクオンタイズ、今ですね、このピアノロールに入って、このようにクオンタイズ全体にかけたんですけども、ちょっと戻しましょうか。実はですね、このリージョンごとにもクオンタイズがかけられます。例えばなんですけども、これをちょっとコピーしてしまって、このような複製があったとします。そしてですね、リージョン単位でクオンタイズをかける場合なんですけども、まずクオンタイズをかけたいものを選択する。これは必ずやります。そして左ですね、インスペクター。もしここが出てなければ、こちらから出すことができます。このリージョン部分、開いていただくと、クオンタイズ、今オフになってますので、結局何もかかってないんですけども、ここにですね、8分音符とかやるとですね、こちらですね、このように箱に含まさっているものすべてにクオンタイズがかかります。こっちは正確になってるはずですね。そしてこっちはですね、選んでなかったので、このように若干ずれてるという結果の違いが出せます。まずはですね、どちらか使いやすい方を選んで修正していくといった形がベストかと思いますね。そしてですね、このクオンタイズを取り消したい場合、一度こう整えたんですけども、やっぱり生で弾いた感じの演奏がいいなという場合はですね、これも簡単に取り消すことができると。まずリージョン単位はですね、先ほどこのようにですね、8分音符単位と選んでいますので、ここをクリックしてオフにすればですね、このようにですね、クオンタイズをかける前に戻すことができます。そしてですね、このピアノロール上でクオンタイズをかけた場合なんですけども、こちらも簡単で、まずクオンタイズを取り消したいものを選択します。もちろん全部の場合はですね、このようにコマンド A で全て選択しても OK という形になってます。そしてこの中の機能、ここのクオンタイズを取り消すというものを選択すると、このような形で簡単にクオンタイズを取り消せると。これも合わせて覚えておいてください。そして今こうクオンタイズかけた時にちょっと気になるのがですね、場合によっては音が重なってたりとか、長さが微妙だったりだっていう時もありますので、次回はですね、この修正方法をご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。
スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。